二十一日に開幕するフィギュアスケートの全日本選手権長野市を前に日本スケート連盟は十八日現時点での世界選手権来年三月カナダモントリオール代表選考対象選手らを公表した選考上の混乱を避けるために今期から新たに導入した取り組み共に世界選手権連覇中の男子宇野昌磨選手トヨタ自動車女子 坂本香里選手、シスメックスは最上位候補となっているほか、男子は鍵山雄心選手、オリエンタルバイオ、中京大、女子は吉田春菜選手、木下アカデミーが、時点の有力候補として、名乗りを上げている。男女シングルの世界選手権代表は、全日本選手権の優勝者が一人目として、自動的に決定。二人目は一全日本選手権の二三位にグランプリ。 GP ファイナル出場上位に、選手3国際スケート連盟 ISU 公認大会でのシーズン最高得点の上位3選手を対象に総合的に選考する。3人目はここまで候補に上がった選手などから総合的に判断する。今回のリストでは、2人目、3人目の枠について上位の選考により繰り上がる可能性がある選手も含めた各対象選手を記載。 男子の二人目は、宇野、鍵山、三浦義雄、オリエンタルバイオ、目黒日大校、佐藤俊、エームサービス、明大の四選手が候補となっている。女子は、坂本、吉田、住吉リオン、オリエンタルバイオ、明大、渡辺治香、時尾院からみ、放大、松尾入野、中京大の五選手が二人目の候補に入った。 シスメックスは3人目の候補の一人として名を連ねた。世界選手権のほか4大陸選手権や世界ジュニア選手権の先行対象選手も公表された。